ただいまから新潟県アフターコロナを見据えたイノベーション創出支援事業中間報告会の説明をさせていただきます。私は一般社団法人佐渡観光交流機構の石塚です。それでは説明に入ります。まず事業の目的について、今回のプロジェクトの目的は佐渡島においてスマートフォンなどの ICT を活用し、非接触型、遠隔型の感染症対策を踏まえた新たな観光ビジネスモデルを創出することで、安心安全な形での島内経済圏の活性化を果たし、観光消費額拡大と社会人口の増加を目指して世界文化遺産も見据えた世界に誇るスマートアイランド構想の実現を目指すことであります。個別の目的は以下の通りであります。1、感染リスクを極力低減しながら観光客を拡大できる仕組み作りをすることです。続いて事業概要について、今回のプロジェクトで対象となる主要な業務内容については次の通りであります。 1、新会員管理システム。観光客向け会員組織佐渡丸クラブは準市民制度として発足し、現在は佐渡島を訪れる観光客にも対象を拡大し運用されています。現在佐渡丸クラブ会員はウェブ申し込みをした物理カード会員、紙会員とスマホアプリに登録したアプリ会員の2種が混在しており、それぞれ別々のデータベースで管理されております。今後観光客の行動・購買履歴を把握し、プロモーションやさらなるサービス創出につなげるため、観光客を一元管理できる会員管理システム構築し、観光 CRM 化を進めたいと思います。また本データベースではインバウンド客も同様に登録管理できるようにしたいと思います。2、非接触決済サービス。現在ダッチャコインの加盟店数は約160店舗であります。今後島民向けの、仮に島民コインを実現するにあたって加盟店の追加的な負担なく実現するために、異なる2種の電子地域通貨の非接触決済を共通の決済インターフェースで実現する改修を実施します。高価な決済端末の導入は大きな負担となるため、既存のバーコード決済インフラを活かし、加盟店は1種類のバーコードを用意するだけで決済利用できるような改修となります。続いて進捗状況について、1、新会員管理システム開発業務。システム開発は 80% まで進捗しております。海外旅客向けの登録項目などを中心とした取得項目などの一部設計と実装が残作業となっております。また現会員データの新システムへの移行作業設計と実移行作業が残作業となっております。2021年9月末までに完了見込みでございます。2、非接触決済サービス開発業務。新会員管理システムと連携し、クーポン機能やプッシュ通知機能などの新機能を追加した佐渡丸クラブ会員向け非接触決済観光情報提供スマートフォンアプリをリニューアル開発が 80% まで進捗しております。クーポン機能の取り込みが残作業となっております。
2021年9月末までに完了見込みでございます。将来を見据えた島民向けアプリでの決済も可能とする共通決済インターフェース開発も進捗中であり、10月末めどに完了見込みでございます。続いて今後の展望について、1、島民向けアプリ開発。サドマルクラブアプリ上で使用できる電子通貨ダッチャコインは観光客向けに設計提供していて、現在は島民が利用できない形であります。今回の事業により、今後島民の決済における利便性及びアフターコロナにも対応するため、ダッチャコインの島民向け版、仮に島民コインを利用できる島民向けのスマホアプリを開発したいと考えております。また本アプリと会員管理システムを連携させることで島民カードのデジタル化を実現、加えて各種自治体サービス利用や災害情報などの自治体からの情報発信手段としても活用できるよう、また自治体やコミュニティ活動に応じたポイント受領などのインセンティブを実現したいとも考えております。2、非接触認証サービス。島外とのアクセスポイントである佐渡汽船フェリーターミナルにおいては、島民カードの提示による島民向け乗船価格の提供や、サドマルクラブ会員向けの乗船価格の提供が行われ、乗船名簿として記録されていますが、本名簿情報にて本人認証が担保されているとは言い切れず、また他サービスと連携されているとは言えません。そこで本人登録されたサドマルクラブアプリ及び島民向けアプリを活用し、乗船チケット購入時や乗船時に本人認証を行い、健康状態などを登録してもらうことで、島外とのアクセスポイントで安心安全を担保したいと思っております。また、本認証の仕組みは決済とも連動するため、島民及び観光客の一定の行動履歴を把握できることにつながり、濃厚接触者の特定などにも活用できると考えております。3、EC サイトシステム開発。島外からの観光客の島内平均滞在日数は2日強である一方、リピート来訪者比率が半数弱を占め、一度来訪したら佐渡島のファンになる傾向が見受けられます。そこで旅行後、島外に離れてしまった以降も継続的に観光消費を促せるよう、島外の観光客向けに島の特産品などを購入できる EC サイトを構築したいと考えております。EC サイトの会員制度はサドマルクラブ会員を利用、また決済手段の一つとして観光客向けの電子地域通貨ダッチャコインを利用し、旅行中の行動消費と旅行後の行動消費が有機的につなげることができると思っております。以上で説明を終わります。